ワーポンチです。今日はとっさにできるコインマジックのルーティンです。お楽しみください。ジェーツェーマジシャンです。よろしくお願いします。あるものを使います。どこにあるかっていうと空中なんですけれども、空中から1枚のコインを取り出します。でこの瞬間に2枚になります。今コインが2枚手の中にあります。3枚目のコインは口の中から出現します。で3枚のコインのうちの1枚を握って2枚のコインでおまじないをかけてあげると、これで1枚のコインが消えます。もう一度いきます。1枚のコインを1枚のコインでおまじないをかけてあげると、これで消えます。で今度はこちらのコインを放ってあげるだけで消える、まあ、消えたわけではなくて実際には足の下から出てきます。でもう一度1枚のコインを1枚のコインでおまじないかけてあげると、やっぱり消えてしまうんですね。今度はこんな感じでおまじないをかけてあげるだけで完全に消えてしまいます。はい、では解説していきます。3枚のコインを使った一連のルーティーンになりますっていうのは嘘で、実際は2枚のコインしか使用してません。途中不可解な点はあるかと思いますが、アイデアが非常に素晴らしいので紹介していきます。何でも構いませんので、お好みの2枚のコインを用意してください。実演では2枚ともクラシックパームした状態でスタートしていきます。まずパームした状態で消極的に両手がアンニからであることを示します。示したら脱力した際に両方ともフィンガーパームに落とします。パームの移行するテクニックとかは過去に細かく解説してますので、そちらの動画をご覧ください。両手ともフィンガーパームに移したら、まず1枚のコインを空中から取り出すわけですね。取り出し方も解説済みです。右手にあった1枚のコインを取り出したら、こちらフィンガーパームのポジションに持っていってシャトルパスを行います。簡易的なシャトルパスなんですが、ひっくり返しながら親指で支えます。それと同時に左手に持っているフィンガーパーム上にあるコインをこのように見せます。示したらこのまま指先に持っていきます。ここら辺別のやり方でも構いません。そしたら右手にフィンガーパームされているコインがまだありますので、これをこちらのコインとこのように合わせて分裂したかのように見せます。もしくはこう普通に、ね、落とさせて出現させてもいいと思います。これで2枚のコインが出ましたと言って、右手にある1枚のコインをクラシックパームしながらフェイクトスを行います。実際パームされている状態です。そしてこちらに持っているコインを右手で取り上げてクリックパスかな、クラシックパームされている方のコインだけを落として、音をさせることによって2枚を握ったと見せかけます。そしたらこのままフィンガーチップレストにあるコインをクラシックパームに移行しながら今2枚あるとジェスチャーします。そしたら脱力してまたこちらのクラシックパームされているコインをフィンガーパームに落とします。そしたらこのまままた空中から出してもいいですし、口から取り出してもいいと思います。口を開けてこのように近づけてこんな感じで取り出すだけです。正面からやるとこんな感じになります。中に入れてあげてからゆっくり出すようなイメージです。3枚目のコインは口の中から出現しますと言って、このまま手の中に入れます。これで3枚あると見せかけます。そしたら、ここの3枚のコインのうちの1枚をと言って、ここはパントマイムですね。2枚のコインをこのように広げながら3枚目のコインを取った振りを行います。実際は何も持ってません。そしたら、この状態でコインのこの辺りにポンポンポンってやると音が鳴りますので、3枚目のコインは握りますと言ってパントマイムを行います。このあたりね、ただ叩くだけで音が鳴ります。握ったらこちらの2枚のコインでおまじないをかけると言います。そして揉んであげるとこれで完全に消えてしまいます。まず1枚のコインが消えました。そして続いて1枚ずつを右手左手に持って、右手にあるコインをこちらに握ったように見せかけますが、実際リテンションバニッシュですね。このように握ったように見せかけます。そして次のコインを取りながらこちらのコインをクラシックパームに移行するわけですね。流れでやるとこのように握ったように見せかけて握りに行きながらクラシックパームしました。そしてこの1枚のコインで1枚のコインにおまじないをかけてあげると、これで消えますなります。今右手に2枚のコインがあります。そしたら3枚目のコインはと言ってフレンチドロップのポジションに持っていきます。でクラシックパームされている状態でフレンチドロップを行います。ここに落とした状態ですね。握った振りを行い、スパイダーバニッシュみたいな感じでこのように放って消えたことを示します。コインをこのポジションに持っていって握った振り投げて消えたように見せかけます。で実際は消えたんじゃなくて足の下にといって、体を傾けながらこちらの手を脱力させて足を上げて、ちょっと画面で映りきれてないんですけれども、膝の下から出現させてる間にジャケット着てればジャケットのポケットに、ジャケット着てなかったらズボンの
ポケットに左手に持っていたコインを落とすわけですね。完全に見えない角度にして落としながらこのように出現させます。で、まだコインを持ってるように見せかけるんですが、ここ意味わかんないこと起こってますね。意味わかんないんだけど、流れでやることによってなんとなくなんか起こってるように見せかけてるわけです。要は3枚目のコインを左手に持ってる状態で消えて、実際消えてないのに足から出てきたっていう状態なのに、なんで左手にコイン1枚握ってる状態になってるかっていうのは、まあおかしなことが起こってますが、ここどうしてもね、気に食わない方は普通に省いていただいて構いません。コインを足の下から取り出す際に普通にポケットに処理して、そのまま最後のバニッシュを行えばいいだけです。実演のようにね、なんとなくもう一現象やりたい場合はこんな感じでコインを握ったように見せかけて、またおまじないをかけてあげると消えたとなります。まあ実際完全に意味不明です。そしたら最後のバニッシュになります。お好みの方法でいいんですが、今回はサムパームを使ったポケットへの処理ですね。これも過去に解説してます。この技法を行う場合はね、ポケット付きのシャツもしくはスーツを着てください。こちらサムパームで握ったように見せかけて、おまじないをかけながらここに今落としました。これで3枚のコインが出現して3枚のコインが消えるという現象となります。この手の手順で、もちろんギミックコインを使った手順の方が全然不思議ではあるんですけれども、いろんな基礎技法やミスディレクションの練習になりますし、何よりね、2枚の500円玉だけパッと持っていれば基本的に準備がいらないという点で非常に優れている手順でございます。2枚しかないのに3枚出現させたように見せかけて、3枚消したように見せかけるのは素晴らしいアイデアだと思います。最後におさらいとして、流れであります。2枚のコインをクラシックパームしたら、消極的に改めて脱力してパーム移します。1枚のコインをまず取り出します。で、シャトルパスを行います。で、これで2枚目のコインが出現しました。コインが1枚2枚あります。3枚目は口の中から出現します。これで3枚あります。で、3枚のうちの1枚は握ります。2枚のコインでおまじないをかけますが、これで消えます。1枚1枚持って、このようにフェイクトスを行い、フレンチドロップのポジションに持っていったら、握ったふりで消します。消えたコインはといって、体を傾けながらポケットに1枚処理をしてきながら、足の下から1枚のコインを出現させます。その際に左手にコインがあるように見せかけて、このように渡したふりを行い、もう一度おまじないをかけて消します。最後はサムパームで握ったふりを行って、ポケットに処理して完全に消してしまいます。演技の時間はね、ほんの 1,2 分なんですけれども、非常にたくさんの技法を必要とします。とはいえ、テクニックを使ったコインマジックの中ではまだ比較的ね、簡単な部類になるかと思いますので、ぜひとも挑戦してみてください。はい、今日のマジックいかがだったでしょうか。時代はいろいろ変わりましてね、特にコインマジックとかだと相手の手をベタベタ触る系のものが多かったりするんですけれども、さすがにね、それやりにくくなってしまいましたね。またそういったマジックが気軽にできる日が来るといいんですけれども、今日みたいなやつだったらね、全然問題ないかと思います。まあまあ頻繁にプロがマジックのレクチャーしてます。こちらからチャンネル登録、その他の動画を見ていってください。というわけで、また明日お会いしましょう。バイバイ。